で論文を手厚にする会、放送最小得点の、抽選がありますので放送席横まで、お集まりください。東拓殖大学教職員、西豊田自動車株式会社、先鋒戦、東高橋初段、西中村二段。中堅戦、東黒川四段、西柴田二段。寄り切りで東黒川陽奈六勝、最上戦東瀬古段、西吉岡君。上手投げで東瀬古段の勝ち。以上の結果、2対1をもちまして拓殖大学教職員の勝ち。